清水康明は、日本のサキソフォン奏者、作曲家、音楽プロデューサーである。静岡県出身。J.S. バッハを独自に解釈した創作活動でその名を知られている。静岡県に生まれる。幼少よりピアノの訓練を受け、音楽に対する強い興味を育んでいた。1970年代、様々な楽器を扱うマルチプレイヤーとなり、とりわけサキソフォンの演奏に秀でた気鋭の音楽家として表舞台に登場する。1978年、自作曲含む初のソロアルバムを発表。その後、土方隆之、笹路、聖徳、山木秀夫らと実験的ロックバンド、マラヤを結成。1983年の解散までに多数のコンサートツアーを行い、歌方の日々など、計5枚のアルバムを残した。一方で多彩な音楽表現の可能性を探るべく、IQ-179、かかしなどのソロアルバムをリリース。こうしたユニークな活動を通して、清水は絶えず、創作領域の限界を突破することに喜びを見出していた。後に、坂本龍一と共に出演した、ナムジュンパイクによる東京、ニューヨークソウルを結んだ、衛星通信プロジェクト、バイバイ、キップリングや、東京で行われた、清水のライブインスタレーション作品、ヒューマンクッククロックなどの活動に、そうした、清水の創作上の探求心が伺える。1983年、清水康明&サキソフォネッツとしての活動を開始する。一見グループのようだが、実際は清水単独のプロジェクトであり、初アルバム、ロトムアペカンでは、ハリウッド映画全盛期への皮肉と賛辞を織り交ぜたアプローチを試みる。その結果、その時代の曲に芳醇なオーケストレーションと、型破りなアレンジを施し、控えめな脱力感を漂わせるアルバムとなった。続いて、スターダスト、ラテンをリリース。初アルバムから10年後、タイム&アゲインを発表。このアルバムは、同時代に視点を合わせつつも、初期作品発表当時を振り返り、その質感を再抽出して組み立てたオリジナル曲で構成されており、オーケストラアレンジが、清水のテナーサキソフォンを見事に際立たせている。1985年から1991年にかけてパリとロンドンを拠点に活動。サブリミナル、デメントス、アドゥナの3枚のアルバムを発表し、様々なアーティスト、ミュージシャンとコラボレーション、共演しながらヨーロッパマルチカルチュラル、音楽シーンの一翼を担う。またこの時期の活動を通じて、自身の音楽的ルーツを異なった視点から見るという有益な機会を得ることにもなったフランス人プロデューサーのマルタン・メソニエ、元フライング・リザーズのデビッド・カニンガム、セネガルの歌手はシス・ディオップ等々、全く異なった文化、思想を持つアーティストと激論を交わしながら創作活動を展開する。後にディオップのアルバム、ノーサンツを共同プロデュースした。1996年及び1999年に相次いでリリースしたアルバム、チェロスイーツ 1.2、3、チェロスイーツ 4.5、6において、清水は J.S. バッハの無伴奏チェロ組曲を独自の解釈に基づき、テナーサキソフォンのために編曲し、演奏するという世界初の試みに着手した。この驚くべき試みは、極めて高く評価され称賛を浴びる。1997年、ミニアルバム、バッハボックスを発表。全く残響のない無機的な電気的制限波などが素材として用いられ、それぞれの旋律はオブジェのように無造作に配置されている。サキソフォンによる無伴奏チェロ組曲とは対照的な音楽表現の特質を示す。このアルバムは第39回日本レコード大賞企画賞を受賞。また、清水の演奏した無伴奏チェロ組曲は当時フジテレビで放送された、ホンダがスポンサーを担当していたミニ番組、鳥になる日で放送された CM 両輪で生きるで使用されている。このプロジェクトでは演奏空間と産出される音響の関係が持つ創作上の意味について10項を重ね、演奏空間それ自体を楽器化させるバッハ、サキソフォン、スペースという清水独自のコンセプトを草案。特に録音機材や場所にもこだわり、各空間の音響的特徴をあらかじめ綿密に調べた上で、最終的に日本の大谷石地下採石場跡、釜石鉱山花崗岩地下空洞、イタリアの宮殿など、極めて長い残響を生み出す場が選択された。また、同コンセプトの一環として、演奏活動も各地で精力的に行う。例えば、1996年には京都高台寺、翌1997年に渋谷区役所前地下駐車場など、他にも2000年から2003年にかけて、新津市美術館、丸亀市、猪熊源一郎現代美術館、そして水戸芸術館など、美術館という特殊な意味を持つ空間に着目した演奏活動を展開した。2006年、サキソフォネッツは新たに、江川良子、林田幸和、東良太、鈴木博を加え、清水を中心とするクインテットとして生まれ変わった。基本的にテナー3人、バリトン2人という変則的なアンサンブルである。2007年に発表したアルバムペンタトニカは五音音階を元にしたオリジナル作品を中心にエチオピアの伝統音楽を編曲した作品が収められ既存のジャンルの枠組みを超えるものに仕上がった。このアルバムも録音場所の選択や熟考された録音方法などから見て清水ならではの個性がしっかり刻み込まれている。また、これらの作品を携えた演奏活動も精力的に重ねており、日本はもとより、モスクワ、キューバ、香港での海外公演も大成功を収めている。2010年、東京、墨田トリフォニーホールの移植作品として、バッハ、ゴルトベルカ変奏曲をサキソフォン5本とコントラバス4本という移植の組み合わせで、編曲、初演。その後もアレンジに変容を重ね、アルバム、ゴルトベルク・バリエーションズを結実させる。以後自身のプロジェクトのみならず、数々の映画、テレビ、アートビデオの音楽を作曲。ジュリエット・ベルト監督、アーブル、オスカーを受賞した滝田洋二郎監督の僕らはみんな生きている柳町光雄監督作品では、カミュなんて知らないを含め3作品など。中野博之監督、ステレオフューチャー、短編映画、午後3時3分15秒の観覧車、CR7 人の侍。また1996年には、ピーター・グリーナウェイ監督の、ピーター・グリーナウェイの枕草子にも曲を提供。アルバム、ミュージック・フォー・コマーシャルは、日本におけるテレビコマーシャルが最も斬新だった1980年代に、清水が手掛けた CM 音楽作品集。さらに衛星放送の映画専門チャンネルシネフィルイマジカでは全体のサウンドイメージをプロデュースし、その音を集めたアルバムシネフィルをリリース。2007年 NHK 教育テレビの番組シリーズマテマティカ2のテーマ曲として清水の作品が用いられている。2008年ニュープリントされた二川文太郎監督の無声、剣劇映画、オロチに新たな音楽を作曲。ライブサウンドトラックとして、清水とサキソフォネッツを含む約30人からなるオーケストラ編成により、一夜限りのイベントとして、明治神宮会館で演奏された。現代美術家、篠原牛尾と典子夫妻の日常を綴った、米国ドキュメンタリー映画、キューティー&ボクサーは、第86回アカデミー賞にノミネート。第7回シネマアイオナーズで作曲賞を受賞する。近年では NHK 制作のテレビドラマ、夏目漱石の妻や、身を尽くし、料理長、さらには 8K スーパーハイビジョン 22.2 CH 立体音響による映像作品、国宝源氏物語絵巻を担当する。これらの他にビジュアルアートやコンテンポラリーダンスなど、異なる分野のクリエイターとも積極的に交流し、共にした仕事も数多くあり、主なものを以下に挙げる。映像作家、川口真央とのビデオインスタレーション共同制作。舞踏家の滑川五郎とは、幾度ものパフォーマンスを共にし、アーティストのサイモン・ジェームスとは、インスタレーションプロジェクト、ルック・ドント・タッチ、チェイシング・ライトを行う。2004年、浜名湖花博では、庭文化創造館というパビリオンで6つの庭のためのサウンドインスタレーションを手掛け、同年、そのサウンドを凝縮したセブンスガーデンを発表。2006年から2007年にかけて、清水康明&サキソフォネッツの国内公演では、ダンサーの高本雅子と共演した。作曲家、編曲家、プロデューサーとして、活動の幅も広く、北島三郎、三川健一、坂本龍一、上野浩二、ヘレン・メリル、カーリン・クロック、ピエール・バルー、渡辺和美、テイトーワなど、多種多様な音楽の制作に関わる。また、病苦、大貫妙子やトランペッターの近藤仁足などのアルバムレコーディングに参加。その他にも、ビル・ラズウェル、エルヴィン・ジョーンズ、マル・ディヴァンゴ、バン、ダイク・パークス、アーバン・サックス、山下洋輔らとも共演している。1991年から1994年にかけては、YMO の細野晴臣と東京ムラムラフェスティバルをプロデュース。マイケル・ナイマンとジョン・ゾーン。ジュリー・クルーズとジオーブといった意外な組み合わせで注目を集めた。近年、1980年代にリリースしたソロアルバム、かかし、ミュージック・フォー・コマーシャルズやバンド、マライアの歌方の日々は再評価、著しく、清水が残した音楽に共鳴する若い世代が欧米を中心に拡大している。ありがとうございます。